こんにちは、粟田陽介です。今日はジェッソの粒子の話と、いつも使っているのと違う粒子で絵を描いてみようと思います。いつも使っているホルベインのジェッソなんですが、ここにタイプが書いてあるんですけど、これが標準粒子っていう M ですね。これをいつも使ってるんですが、まあ標準なので、まあ普通に書きやすくて、特徴を説明するのも難しいぐらい普通です。で、この S から LL まであるんですけど、S の方は微粒子タイプ。この粒子がとても細かいですね。なのでとても書きやすいと思います。今度 M をやめて S にしようかな。S の方が細密画なんか書くのに向いているらしいです。で、LL ってあるんですけど、こっちが素粒子。素粒子って言うんですか、これ。粗っぽいやつですね。で、こっちに行くと書きやすいというよりは、まあ仕上がりの見た目ですね。粗っぽい見た目の作品っていう感じになる。まあ味のある作品になるっていうことですね。ちょっとね、S も使ったことないんで、まあ言い切れないんですけど、なんか S は想像つくんですけど、L、LL の方ですね。で、どうせだったら一番粗い LL の方を使った方がいいと思うんで、LL を買ってみました。で、この間1枚絵描いたんですけど、なんか紙やすりに絵を描いてるような感じでした。で、ちょっとその作品には別のメディウムとかを混ぜて、このジェッソの質感っていうのは特にちょっとわからない感じになっちゃったんで、このジェッソ、普通にこれジェッソ、キャンバスにちょっと軟膏とか塗って、それにアクリル絵の具で今日は絵を描いて、どんな感じかお伝えできたらと思います。1回目のコードが乾いたんですけど、ちょっとザラザラした感じがあります。なんか粒々がザラザラなんですけど、何回か塗ったらこの粒々が増えるのかな。あと2コートぐらい塗ってみたいと思います。なんか塗ってる間もジャリジャリした感じがして、ちょっと楽しみになってきました。すごい、このザラザラな感じ。2コート目が乾きました。で、なんかこのいい感じの質感があるんで、もう塗らなくてもいいかなと思うんですけど、もう一回塗ったらどうなるのかちょっと見てみたいんで、もう一回塗ることにします。もう塗ってる時にジャリジャリします。絵を描いてる時もこうやってジャリジャリするんでしょうね。なんかコンクリートの壁みたいです。これが乾いたら絵を描いていきます。3度目のコートが乾きました。なんかね、表面がザラザラです。これは面白い感じになるんじゃないかと思います。ではちょっとね、絵を描いていきます。ジェッソなんて買ったことがない、どんなジェッソがいいんだろうっていう方のためにちょっとお話したいと思うんですが、画材屋さんに行って S だの M だの L だの LL だのあったら、どれがいいんだろうって迷っちゃいますよね。そんな時はとりあえずジェッソを使ってみようっていう人は、まあ標準とか微粒子タイプなんかも書きやすいと思うんで、この S か M っていうのをお求めになるといいと思います。で、 L とか LL はもうザラザラな質感が面白そうだってね思った方は、こっちの方をお求めになるといいんじゃないかと思います。Thank you.
ザラザラしたキャンバスに絵を描くときは、私は筆にたくさん絵の具をつけて絵を描くことにしています。なぜなら少ない絵の具でザラザラの表面をゴシゴシこうやって描くと毛先がだんだん削れてきます。なので筆先を守る意味でベトッと筆に絵の具をつけて描いた方が筆にはいいと思います。絵が完成しました。これは襟のあるシャツというタイトルにしました。でこの表面のザラザラ感というかこの質感ですねは残っています。で触るとザラつくんですけど、最初のようななんか尖った紙やすいみたいな感覚と違って、まあこの質感が残ってて絵の具で塗ってあるからちょっと滑らかになったといった感じです。描きやすかったかっていうと、まあ描きやすかったです。描きやすいっていうのはツルツルに描くときの描きやすさと違って、ザラザラのものに描くときはザラザラのところに描くような描き方をするので、まあ描きやすいというよりも描くのに問題なかったっていった感じですね。ごく素粒子って書いてありますが、描きやすさというよりはこの仕上がりの質感とかそういったものを求めるためのジェストなんじゃないかなと思います。まあザラザラの方が描きやすいっていう方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれないですけど、ということで今日のビデオは以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。